おはようございます。いやー、さあ、やってみました。はい、高校の時一律は新市街ということで。いやー、忘る。あ、いや、失礼する。なんか、引っかかるものがなかったと思う。どうしたの最近さ、見てんの YouTube で。あ、何を？ダチョウ倶楽部さんの動画。あ、好きなんや。好き。あ、まあ、面白いよね。面白い。あ、YouTube とかやってんの？あるあるある。探した時は。へぇ、まあ、そんぐらいで。一緒にやる？やらないよ。翔さんはそういうのは俺乗っからないって決めてんだよ。そうかそうか。うん、悪い気がするっていうか。はい。今日は？今日はどこ行くんですか？今日どこ行くんですか？はい。熊本です。熊本ですか？僕熊本です。熊本。はい、熊本行きますんで、はい、まあとりあえず抽選していただいてって、から考えたいと思います。わかりました。お金は5万円おしました。あ、私もさっき、はい。私も5万円なんですけど、まあ明日明後日もありますよね。うん。来るのが3連戦となっておりますので、はい。一旦これ僕の命になります。3日分の？はい。あ、揺れない？今日絶対勝ちたいです。お願いします。ケイ。熊本。はい。相性は悪いかもしれないですけど、はい。まあ、奇跡が起こせる場所だと思ってるんで。起きるよ。今日本当にやらんと。うん。マジで頼むよ。わかりました。俺もやるし。本当にお願い。行きます。目標2万枚。ジャッジショート！ナギの！クズの！オーケー！オーケー！いやぁ。なんでやってくるの？いやいやいや。あんまりやなと思って。いやー、ひき肉ですのが俺好きやった。わかりました。やり直し？やり直し？やり直しか。よしよしよし。ジャッジショート！ナギの！クズの！オーケー！オーケー！ひき肉です！ハハハハハ。俺どっちが好きよ。これどっちが好き？どっちが好き？こっちでしょうか。うん、よし、いきます。よいしょ。チェンジで1万円。チェンジ1万円。何で片言なんで、みんな感じで。何で片言なんで。もう臭いもん、なんか大衆かな、これ。いや、でもそんな臭くないじゃん、俺いつも。いや、マジマジマジ。え、何食った今日？なんか食ったでしょ？飯はラーメン屋行ってきた、一人でね。ラーメンじゃない。そんな言うなよ、開口一番。やっぱチェンジ。チェンジです。1万円。もう行って。下見行ってきまして。はい。新市街。前回はめちゃくちゃかったからね。だった結構寝台も入ってたよね。そうで、テンスラとか。テンスラ、エヴァゴッド。ああ、エヴァゴッド。まあちょっと前の乙女とかも含めて。はいはいはい。あと、まあカバデリの新パネルとか。ああ、そうね、入ってたね。寝台系バーって入ってて、疑ってさ、えってなって。え、どういうこと？テンスラ、うん、5台ぐらいなんだけど、3台ぐらいめちゃくちゃ出てんの。マジ力入れてんのってなって、エヴァゴッド見たのよ。エヴァゴッドの稼働台が、あの6みたいな。え、マジ？え、ちょっとこんな感じだったっけ？ 1,2,3 新世界ってなって乙女見に行ったんよ。ほぼ全部出てました。うっそ、綺麗に。うっそってなるやん。俺全部いいでありました。マジ。しかも俺したかったのが、うん、まあ、乙女。乙女いいよね。したいなと思ってたので、萌え芝とかも入ってるからさ。あー、なんかね、そう書いてない。そうで、でもオキソルの島とかもあるから、うん、でもやっぱカラクリかなってそうよ、中木さん、よく言ってくれた。お前1000円余ったのに100から取れるわけねえだろ。だからちょっと決めた、もうカラクリだけ打つわ。だ、要は、うん、カラクリ取れんかったら俺打たん。あ、むしろね、うん、翔さんの後ろにおる、ずっと俺。ああ、あのなんかチェアみたいなの置いて、そう、フレンドチェアでずっと、ね、隣座っといて、うん、カラクリ開いたら打つっていう、カラクリみたいですね。そう、だからジャスティンの彼女とカラクリだけをやります、うん、これからは当分。まあ一応今回170話ってことなんで、まあ恩返しの一応最終戦みたいな感じにはなってるんですよ。うん。でも累計収支を一応出したんですね。あ、出してた。うん、はい。13964。え？前回だから8000枚ぐらい負けてるからね。そうか。うん。だから4回やって。1回しか勝ってない上に、その3回の負けが8000枚負けたりとか5000枚負けたりとかしてるから、ぶっちゃけ厳しいんですよ。これを明日時間制限がある中でまくらないといけないって相当難しいわけやんね。1万4000枚をね、1人当たり7000枚よ。いやー、ちょっとな、うん、どうする。この3連戦まではちょっと伸ばしたいな。友達しかり、まあ、うちのチーク TV のスタッフしかり、待ってる人がいるわけよ。
あんまり先延ばしするのも良くないなと思う。そうだよね。だからまあとりあえず明日これをまくるのが一番やけど、3連戦終わるときにこの1万4000円をまくるプラスになってたら、うんうんうん、それは気持ちよくいけるよね。そうだから、この3連戦で1万4000円勝てたらいい。それだったらいけるわ。そう、一気に可能性はあるわ、うん、あ、おはようございます。よし、熊本ですよね。いやもううわーとかないわ毎月来てるしまああんまりいい思い出ないしそうそうだ。さあ、1時3、4時がいい。着いたね。本当に勘弁してくれよ、もうちゃんとお願いしますよ。ちょ、ね、お願いしときお願いします。せーの、ほいか。近い。ありがとうございます。31。まあまあ悪い。好きやな、ひき肉です。いやー、ほんと昨日やば乙女。カズ行くか。行こう。もう俺は行くぞ。もう俺は行く。空いてんだよね。ね、セコンデーからね。打つならこれ打とうと思ってました。カド大。行くわ。カラクリ。はい、乙女の角からスタートです。まあ昨日中銀さんも言ってましたけど、多分前代っぽいですね。昨日乙女。まあ時間もないんでさっと行きましょうか。ただ今日は転生システムが使えるんで、一回どこで中銀さんを使うか。それもちょっとキモになってくるかなと思います。いきます。でもこれ経験ない？結構こういうさ、うん、YouTube とかやってたらさ、俺地雷店とか行ったらさ、翔さんちょっと無双停止チャンスやってください。あ、そうね、ありがたいことにあるね。俺も最近多いよ、運命の刺激やってください運命はあれ、人生変わるからね。地域は一日の人生変わるやん。変わるけど、でも思い返してみて、それ頼まれた時の代行ってさ、結構うまくいくことの方が多いやん。俺無双転生チャンス多分ね50倍じゃない？やろ、自分で言ってる。あとなんか上乗せとかも結構やったりするやん。やった。だってこの前の傷の物語も、うん、熊本の時よ、うん、めっちゃ乗せたとか言ってるな。そんなんないやん。ないよ、一回もできなかった。え、例えば明日、うん、乙女とからくり打つとするよ。うん、打つ。で、当たった時にちょっとうまくできんかったりしたら、うん、あれちょっと今日厳しいかもなみたいになるやん。うん、その後にもう一回当たるやん。ああ、当たる。その人一気を丸々任せたいのよ。おー、なるほどね、みたいなことや。もう一周をね。そう、単純にそのなんか変化も生まれる可能性もあるし。いや、でもね、パス打って変わるのよ。人が打ってたさ、打つ人が変わったら変わったりするやん。変わるんよ。それにちょっとすがってみるっていうのと、まあ、最近ちょっと調子悪いからね。うん、悪いと、やっぱ一機種だけずっと淡々と打ってると辛いから。なるほど、ちょっとリフレッシュも兼ねてってことか。そう、さっきさ、入ってきたじゃん、うん、チェンジでって言ったじゃん、うん、繋げてたよね、ここ。いやいやいや、たまたまやな。すごいね、たまたまやな。あれがもう完全に消えたんや。たま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 感心しちゃったからさ。すごいね。そこまで考えてない。あのチェンジか、あのここのチェンジの、そこまで考えてないです。たまいいんだね。だり、うん、繋がったそれはそれでだるい。さあ、ということで、まあ、前回来た時もこの店来た時もからくり打って、まあ、翔太と並びで打ったんですけど、勝ちましたからね、あの時は。まあ、最近信頼もいろいろ出てね、まあ、触ったりしましたけど、まあ、からくりだよね結局。でももうね、僕に限らずみんな言ってるわ、結果からくりえぐいと、一番おもろいと全員言ってるね。だから、まあ、乙女打ちたいなとか天スラ打ちたいなって気持ちもあったんですけど、まあ今日ね1万3000万負けてる中、まあ戻したいなっていう気持ちが強くあるので、まあある程度勝負しないと。だから今日に限ってはちょっと時間が限られているので、短時間勝負、1回の AT を大事にすると。だからまあ昨日翔さんと言ってましたけどね、まあ、途中でこう代行システムというか、まあ、代変わってみてもいいんじゃないかなというのは思ってます。マジ落ち着くな、この台。最近ちょっと意図的に遠ざけてたみたいなところあるからさ、まあ、クズの恩返しでは結構久々なわけよ。3話ぶりぐらいかな。落ち着くわ、やっぱこいつやわ。乙女はね1回打ったことあるんですけど、
めちゃくちゃ楽しい、めっちゃ面白いじゃないんで、まあ万枚は俺が出そうかな、あと4000枚長木さん出してもろうて、まあさっとフリーズぐらい引いちゃうか。じゃあ163%4でフリーズいけるんで、そっから出し切っちゃいますか。フリーズ、いやー欲しい、こうやった瞬間だけど今ね、あー青か。おいよ、380ゲーム、液晶は888、500ゲームぐらい得してるわ、素晴らしい。投資13000円、通常し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 、いいよ、絶対決めます、なんなら恐竜役で決めます。まずい、熱いな、やだな、追い込まれたな、いやダメだ、いや、まずい、俺は最悪、まあ、こうなるぞこれ、AT、お、いったわ、あたーす、いいよ、これは幸先いいっす、ちょ設定のあるところなんで、もうこれでここなんすよ、これでいかに取れるか、一回も小太郎こんかったわ、それは無理、ダメ、いやこれやっちゃうとダメなんですよこの台、あまずいまずいまずいこれはやばいぞ、朝からやべえ、これ長金さんも天井とかいったらやばいぞ、もうだって2人で一気にね、もう7万ぐらいいってるよ、そんなパターンあるんや、これ当たるよだよね、188、実ゲーム数87、16000円、直撃とかじゃない、そんなことないないかよし、不意にやってきた、素晴らしい、通常 B かな、ミスルーとかマジやっちゃダメだからね、あ、ひどいひどいです今日、行くかーい、よし、オーケー、よかった、最後に一発引きゃいいのよ、よし、2回目で当たったね、これを終わらせない、心の準備ができてなかった、よし、いいぞいいぞ、さあ効果が上がったら 40% よ、さっきのスイカで効果が上がったら 40% よ、天井行け天井行け、天井行ったね、熱っ、これ熱いぜ、これは熱いよ、大丈夫だろ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 、よし、オーケー、早くも1個目、よしあー楽しい、これはもう大丈夫です、これは大丈夫です、取ってます、よし、オーケー、あのスイカだな、いきなりやってくるこの楽しさね、3分前まだ僕通常時やってましたから、このぶち上がりよね、血糖値爆上がり、週見せてあげないからね、おいい、よし、もうあと2個でいいから、うん、楽しいなこの台は、一番楽しいポイントとしてはぶち上がるまでの速度があっという間というか、からくりはね1分で最高到達地点までいけるのよ、全然大丈夫、これもいいところ、からくりはね残り0ゲーム残り1ゲームになっても復活できるから、他の台だともう残り5ゲームとかだったらもう無理じゃん、
緑。よいしょ。おっしゃ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 。俺で復帰よ。諦めちゃダメなんよ。はい。200で。200でいい。うわ、でかっ。マジ？マジかよ。いや、素晴らしいね。オッケー。これでまた復帰するわけだから。最高。よし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 、2個目。1ゲーム目とかで引いておきたいんだけどね。あ、チェンジ。いや、ちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってくれよ。え、で、こいつチェンジ？オハテンで AD 入らず。これやばい。あ、なるほど。これも変わってもらわないと。でも当たりの時よ。だってそれだって苦行なすりつけることになるやん。俺がやりたかったら当たりの時やん。え、苦行じゃないの？苦行じゃない、当たりをあげる、やってもらうっていうやつやん。朝一初の当たりとかまあちょっとやるとして、ああ、ちょっとうまくできんかったりしたら、その後にもう一回当たりやん。ああ、当たる。その人 AD を丸々任せたいんだよ。 あ、 あと逆に長銀座チェンジ今全然なわけないやん。いや、俺にじゃない、通常時やらせようとしとった。ゼロから。違う違う、それは違う、それ当たりを代行するっていうことやから。ちょ、これ見ていくわ。今これ1個取ってて、いや、いい感じなんよ。頼む頼む。いいよ。いやー、よし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 、うまっ。いや、マジであるよ。でも2個やん。で、あと残り300枚ぐらいある。300枚あんの？やっぱカラクリやったわな。おい、あー、いや、あるってマジで。これはいけるっしょ。乙女なさそう。ああ、いや、わかんないけど、とりあえず天国は回してくるわ。じゃあ一回、マジやった、入ってた。オッケー、いいよ。8の2、もう絶対当てる。全部取る勢い。はい、よしよしよし、40%倒せ、秀吉ちゃん大勝。オッケー。で、イエスと次、イエスイエス。あっ全部妨害じゃん。最初以外全部妨害じゃん。ちょっと、まあ当たりましたね。追加投資が1000円なんで29000円。いい、これ AT つなげたらいいだけ。よし、50。チャンス目だっ。落ちろ落ちろ。あー、重い。うまい。うわー、チャンス目だ。3分の1。落ちる落ちる落ちるよ。ほい、やだ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 、引いてて、よっしゃー、オッケー、やったー、チャンス目かな。はい、よーし、 AD できる。これなら勝てますね。もろたもろた。よーし、楽しい時間です。15% ぐらいやったかな。一応抽選やってくれてるんですよ、これ入った時。高額高額高額。さあ頑張れ。
がとうございます。もうこれでぶっ壊したらいいだけ。来た来た来た、チャンスもらえた。どー来た。さあどの並び、あーきつい。耐えて耐えて耐えて、ここね3分の1は引かない。はい、いらん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 、よしよし、いらんいらん。あーもうへったくそー、マジかよー。せめて耐えてほしかったなー。あーダメか、ダメや。471枚。まあまあまあ。まさか、マジ？運命？チェンジ。え？まあちょっと来てよ。ダメだった？500枚ぐらいだったよね。うわあ、終わりだもんね。いや運命なんすよ。運命なの？無理だよ。運命チェンジはバカでしょ。何言ってんのよ。いやちょっとチェンジ。いや運命は無理。運命は拒否。さすがにやめよう。運命やめよう。重すぎる重すぎる。普通に AT とかにしてや。じゃ見ていくわ。やば、運命いったんだ、ちゃんと。行きました。朝一一発目で出てる運命。朝一一発目。まあ、投資1万6000円やから。全然。行きます。ああ。マジ俺がマジ今日は欲しい、本当に今日だけ、今日だけでいいな。よっしゃあ、いけるいけるいけるよ。ふぅ赤い、あいいいい、そんなんいらんいらん。もう引くだけ引くだけ、もう一回赤出てほしいな、それやったら。いや頼む。引けないんだよ。これ引けばいいよ、これ。赤じゃないな。いきますよ。チェンジ。今無理。もう無理。今は無理やよ。はぁ、よしよ。ゴー。ダッ。うわ。引いてる。ちょっと歩いて。引いてる。え、もう青狙う。いやもう青狙うよ、青しか狙うもん。狙わん、マジお願い。クソが。チェンジやったよ。チェンジは無理。やっぱチェンジやったな。あー1個か。まあまあまあ、285ゲーム持ちメダルが155枚。28じゃきついよね。一応押すか。おいこ、チェンジしてみます、ここで。一回チェンジしとく。ああ、いいよ。うん、一応 AT やったから。おお、やらせてくれ。うん、任せてくれ、今日やれるから。地獄の通常時回すか。ちょっと休憩時間じゃないけど、一回流れ変えてほしいんですよ、長金さんに。はい、どうも、長金です。初打ちです。1ゲーム、強川ラッシュ。いや、このチェンジシステム最高やな。はいや。マジ？もう終わり？流れ変わらなかったな。正解。逆も待ってるよ。あーそうだね。ある。オーケー。天才。チャンスをうまい。あ。ジャスティチェンジさせてあげるやったな、忘れてた。当たったからチェンジどうかな。タイミングかなわないな。まだ今じゃない。いやいいよ、今乙女よって感じ。いやいい。結構大事なとこやけど。いやそれやってやって、逆押し頼む。陽一お願い止まれ。よし天才変わろう。さあ変わりました、中銀です。はい、これ強い。
これ強いな、アキさん。強いの？強いの？あと2個あるの強い。どうしたらいいの？3分の1でも後ろ流れるんだけど、うん、ここか、ここで引いて、今引かないで。あ、今引、あ、なるほど。あ、そういう意味でバイオね。そう。いや、これ引かなければいいな。確かに。3分の2を取ればいいな。そう。やった？やった？やったこれ。ごめん。やっぱ俺乙女じゃないかもよ。軽く行ってくるわ。あ、帰ってきた。あ、お待たせしました。あ、はい。どうでした？270万円。あ、一応あのフェイスの画面で。あ、なるほど、素晴らしい。一応通常に回ってもらうし。でもこれなんかあんま意味ないなこれ。この時間ない時にさハマるんだよな。5回中3回の天国の下出てるんで、ここ当たってその次3回は全部天国、激アツなんだけれどもハマっていては意味がない。おい、151ゲーム液晶27227000。オーケー。おい、よし。これ終わってもこっから先3回天国残ってるから激アツ。下手すぎだよ。しょうがない、今のはしょうがない、急げ。あと3回天国残ってるから。おい、42ゲーム絶対生かされるとダメよ。下場に消えたね。これでいっちゃうな。ナイス、オーケー、うまっ、イエス。おお、いけいけいけ、よし、いますね。おい、一発目からナイス。はい、取った、絶対取った。 OK、 よし、いいよ、滑り込め、時間ねえぞ。 OK、 さあ250枚スタート、残り20枚、チャンスくれました。そう、そう、追加でよろし、よっしゃ、首の皮一枚、ぶっちゅー。さあ、あと一個、またここまで来れた。1ゲーム完結、あってもいい。よし、取ったぞ。ちょっとこれ大事やね、マジこれ大事やね。今日の運命ここで変わるわ。よし、マジ大事ここ。よし、引けた。おっしゃ、行ったぞ、行ったぞ、2回目、よっしゃ。もうちょっとあの運命の一撃のたびにジャスティンさん呼ぶのご足労おかけするんで、突入者突破したら店行こうと思います。はい、もう次絶対通るんで、はい、絶対通します。よし、行きましょう。1221倍いくぜ。さあ、本日2回目の運命の一撃、ここで引いとけ。もうくぅ、絶対取るよ。引いてくんねえかなんか。赤、赤かけない、かけない、かけない。
マジ頼む、お願い、ホント頼む。ダメだ、もうだってマジ絶対ダメだろ。あれあれあれ、ジャズがいない、パチンコだな。どうしてんの、どうした、どうした。いやもう時間ないからさ、ちょっと大阪行けんかも。嘘、ちょっと来て。マジ、チェンジチェンジ。いやもうチェンジいない、大阪チェンジしようかな、ちょっと無理かもな。あもう行かんでいい。先行っと、行っとてもらおうかな、翔さんだけ。いやもうありよ、全然あり全然あり。え、そんなに、そんなに。え、成功じゃろ。え、これあれよ、え、マジ一撃やばない、行ったチェンジ。いや、チェンジないからやばい。だからちょっと間に合わんから。え、マジいくらいくら、今いくら。今27,000、トントンなのよ、あれで。だからこっからが全プラスやから、頼むわマジで。うわ決めたんや、やば。もうからくりだけ言った方がいいよ。やっぱからくりだったね、結局。今日もやれるとは思いませんでした。行ってきまーす。イエス。いやマジかよ。いやちょっと意外やった、今から運命の一撃やと思ってたもん俺。ああ、これいいやつ、これいいやつ。全然違う、全然全然違う、全然違う、全然違う。おお全然違う、これ乗るやつやわ。よし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 。ああ、まあまあでも伸ばしたらいいから、ここから。マジナイス、渚。ちょっと まだ連絡するわ。オッケー、ビッグドリーム発生、チェンジしよう。よし、だいぶしょっぱかった。2183枚。さあ行きます。最近これ一発終わりが多いから、もう一回頼むぞ。恐竜役で決めたいんだけどな。でも大丈夫、さっき何も引いてなかったから。何も引かんでも通るやつ。大丈夫だ、いける、絶対いける。ここ行ってジャスティンの分までまくる。頼む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 、お願い、本当にお願い。カモン、よっしゃ引いてるじゃん、オッケー、よし。はあ嬉しい、本当に嬉しい。はあたまらん、はあたまらん、もうやばいって。ちょっと待ってくれ、もう頭がおかしくなるって、本当に。なんか、あ、やばいやばいやばい。ありがとう、一打一打感謝やな。ありがとう、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 助かる、もっともっと、よっしゃ、オッケーオッケーオッケー、耐えるね耐えるね、1000枚いけるねこれ。よしよしよし、1000枚超えた。ああ素晴らしい、よっしゃ、オッケー。全身が喜んでるもんね、やっぱり。もう30年も生きてたらさ、全身がこう震え立つことってあんまりないじゃない。カラクリはね、それを感じさせてくれるのよ。なんかもう今通せる気しかしません、運命の一撃。はい、ほら3度目、3917枚、行ってきます。絶対通す、
通せる気しかしない。いきます。引きたいな。引けねえ。何も引けず、しかも全てデフォ。いきます。9、9、いけ、いったれ、5000枚じゃ。うわで、さっき復活したからな。あるぞ。あはっはっは、天国。くっそー、上出来、正直上出来、ありがとうございます。お疲れ様。お疲れ様。ちょっと時間ないからね、バタバタ、バタバタエンディングで、はい、結果言いましょうか。はい、どうでしたか。ごめんなす。はい、なにごめんなす。なんでごまんなす。おまなす。ごまんなす。あ、5万円持ってきてなくなったっていう。全部なかった。あ、なるほど。最後バチンコ打たれてましたね。そう、もう時間ないから、はい、音見したかったんだけど、ダメだ、間に合わねえと思って、最悪ビッグドリームの穴まで当たってチェンジしてもらおうかなと思ったんだけど。ああ、いいね、いいね、激アツやね、あれ。ジャッジメントボーナスまでいったの。ああ、そっから先のサブ1が取れなかったよね。あれむずいからね。ちょっとあいつやん、ピピピで、入ってるやん、入ってるやん、だましてくるからね。イカ様、イカ様です。イカ様ではね、やってますあれ。エースだから、あれやってます、はい、あれ2300枚マイナスか。あ、全然全然全然。ということで、私、どうなったの？途中言いに行きましたけど、そう、上位3800枚ぐらいで終わったから。あれ、その後天国で、ええ、おんおん、すぐ当たって、チャンスのうまいこと刺して、で、駆け抜けだったんだけど、まあ、150枚ぐらいおまけでもらったから。あ、ちょっとね、トータルぴったり4000枚です。すげえ。だから4058枚の回収でした、僕は。ありがとう、中木さん。今日はプラス516枚。やった、ありがとうございます。まあ、今日ではっきり答えが出ました。出ましたね。もうからくりです。そういうことです。はい、令和5年10月時点の、うん、最高峰のパスローは、からくりになりました。決まりで。はい、よかったわ、からくり行ってよかった。その選択をしてよかったね。あ、でもちょっと持ってなかった乙女。え、今日、ね、夜まで出たら勝ったね。まあまあ、どっかでね、まあ、負けたタイミングがあるから、あ、まあ、時間の制約がありましたから、まあ、ということで、まあ、今日はしっかり、勝てたんですけれども、はい、500枚勝っただけなんで。いや、でかい。今までの負けからしたらとんでもない負けが。いや、もうこれは大勝ちです。いやいや、まあ全然ダメなんで。うん、もう、じゃあ恩返しですっていうのもなんかちょっと違うと思うんで、まあ、ちょっと次回までちょっとやらせていただきたいなっていう。わかりました。せっかく3連戦あるんで、それで勝ちきったらいいよね。そう、だからあと1万3000枚ぐらい勝てばいいや。そうで、まあ、多分また来週も僕のからくり言ってると思いますんで。正解。ノーチェンジで。それはノーチェンジ。それはノーチェンジで。今日チェンジしたらなんかあんまり意味なかったね。いや、あれで流れ変わった。よかった、流れ変わった。そう、あ、ほんと、あれで変わった。じゃあまたやってもいいね。うん、はい、まあ、ということで、熊本ここに来て調子上がってきたからね。熊本のからくりは間違いないってことが分かりましたんで。オーラステージ、はい、ということでまた次週お会いできればと思います。はい、それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。よし。